だから言ってんじゃん、もうしつこいな。うるさいな、葵ちゃんが先に言ったんじゃん。もういいから帰ってよ、邪魔だな。おかしいよそれは。何それ。あお、忙しいな、さっさと帰って。この暇人。忙しいって、俺忙しいけど俺も来たんだよここに。なんだよ暇人って。このわからずや。うるさいな、このわからずや幼なじみ。なんだあの二人、また喧嘩してんのか。まったくしょうがねえやつらだな。しかし最近しんどりチャンネルの再生数も落ちてきやがってる。このままじゃしんどりチャンネルはなくなってしまうかもしれねえな。よし、あの作戦を実行するしかねえ。あれ、ここどこだ。え、お、葵ちゃん。おい、葵ちゃん。うん、葵ちゃん起きて。うん、なんだ葵ちゃん、ここどこ。てか何これ。え、待って、え、何これ。もう顔たち手錠で繋がれてるんだけど。え、手錠。え、待て待て、やめろってやめろって。おいおいおい、引っ張るなって。ちょっとなんでなんで、もう外してよ。いや俺じゃないって、俺じゃない。ちゃんじゃなかったら誰がこんなことするのさ。もう気持ち悪いな。最悪だよ。なんで葵ちゃん手錠で繋がれなきゃなんねんだよ。ちょっと待って、ここどこどこ。おい、動くなって勝手に。早くこっち来てよ。どこここ。え、家なんだここ。なんであのハート、どういうこと。なんすっごいなんか女の子が住んでる家みたいな。ちょこっち来てよ。なんかアナウンスが乗ってる。よー、お前たち起きたか。この声は、え、ピータン。ピータンだよね。おー、そうだ、お前たちをここに連れてきたのは俺だ。ピータンが連れてきたの。ピータン、これ外してよ。それはできない。お前たちは今から24時間この俺が作ったラブラブハウスで生活してもらう。お前たち最近喧嘩ばかりで動画の質が落ちてるんだよ。え、喧嘩のせいなの、再生数低いの。編集者からクレームが来てるぞ。そうなの。なんで来てるのピーター。撮影中に喧嘩ばかりして素材が長えって苦情が来てんだよ。なるほどね、確かに心当たりしかない。編集者を拘束するってことは動画が上がらねえってことだ。なるほどね。だから今日はここで手錠をした状態で24時間過ごしてもらう。つまり、え、しんちゃんと24時間手錠生活ってこと。いいかおめえら、ただ生活するだけじゃねえ、いくつかのチャレンジをしてもらうことにした。うわぁ、そのパターンか。協力しないとクリアできない試練が多いから、せいぜい二人で協力して頑張ることだな。マジ？最悪なんですけど。こっちのセリフだよ。まあピーター、青の言うこと聞いて。どうだ、やめろよこんなこと。うるせえ。うるせえ。お前らが稼いだ YouTube の金で飯食ってんだよ、こっちは。ね、ピーター、なんか、ひねくれた？最近出てなかったから、ちょっとひねくれちゃったかもしれない、もしかしたら。というわけだ。次のチャレンジは、3時間後だ。本当に24時間一緒なの ?3 時間後。あー、なんだよ、これ。おい、お前たち。まずはじめの試練をお前たちにチャレンジしてもらう。その名も、二人で走れ、食材ゲットリレーだ。何それ、どういうこと？今お前たちは、ラブラブハウスのリビングにいる。葵の顔の方に扉があるから、そちら側の部屋に行くんだな。オッケー、わかった。こっちだね。よし、葵ちゃんの顔踏んでこ。よし、よし、ついてるとこ。お前ふざけんなよ。いないいない
痛い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 。食材をゲットしろってことだよね。これじゃない？歩きにくいな。この建物。これじゃない？あ、しんちゃん見て、食材倉庫って書いてる。本当だ。ちょっと待って、しんちゃん見て。え、なんかヤバそうなのが見えるんだけど奥に。お前たちには今からその通路を通って奥の倉庫に食材を取りに行ってもらう。え？このクリーパーなんか行けってこと？一応説明しておくが、食材を取りに行き終わったらこっちに戻ってくるんだ。え、待って待って待って、まずさ、取りに行けるのそもそも。しかもだって手錠がさ。え、ガチ？これ、だって二人で行かないと、これ絶対。ちなみにお前たちよく協力せずに殴ったり置いてたりするよな。だから協力ってことね。うわー、マジかよ。しかもこれさ、結構離れられないよ。多分これが限界だよ。1、2、3、4、5、5、6ブロックぐらいだよね。よし、頑張ろう、しんちゃん。マジか、確かにちょっと飯抜きはやだしな。どっちが先に行く、しんちゃん？じゃあ俺が先に行くわ。じゃあ青は扉を閉めるから、しんちゃん行って。行くよ。うん。行きます。レッツゴー。はい。青ちゃん急いで。おいお前。おい来いってこっち。おい。やばーい。おいおい来てる来てる来てる、やばいってやばいって。ふう、危なかったー。危なかったじゃねえよお前。早速裏切ってんじゃん。いやー、だって。怖いじゃん。怖いじゃねえよ。二人で行かないといけねえんだよ。ついてきてよ。うん。ゴー！早く葵ちゃん！おお、遅い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 ！うわー！葵ちゃん！葵ちゃん！走ってた？しんちゃん遅いよ！後半、葵に追い抜かれてたじゃん！よし、行くよ。うん。せーの！行くぞ、まっすぐ！まっすぐ、まっすぐ！おお、遅い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 ！はい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 ！閉めて閉めて！絶対死んだと思ったわ。うわ、でも見て。うわ、目の前にいる。これ帰れるか、これ。どうする、これ。ガチ？ここが食材か。じゃあどうする、豚とか鳥とか殺しとく？そうだね、そうしとこう。取っとこ、取っとこ、こいつは取っとこ。うわ、いやでも待って、しんちゃん。なに？気をつけないといけないことがあるよ。なに？これさ、帰るじゃん。死んだらさ、ロストするじゃん。全員殺してさ、持ってってロストしたらご飯ない。確かに。まあ、牛3匹いるし、とりあえず1匹がいいんじゃない？そうだね。あの、つがいがいればなんとかなるはずだから。そうつがいがいればなんとかなるから。まあ、とりあえずこの牛だ。オッケー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 。この豚も。おい、誰が豚や、お前。やっぱ死ぬ死ぬ死ぬ。あ、しんちゃん、入れ食いついてる。あ、ほんとだ。あ、入れ食い3あるじゃん。じゃあ、最悪、ここの肉たちがいなくなっても、魚は釣れるかもね。全然来ないですわ。あ、来た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 。おじゃ来た来た、オッケーオッケー、よしよしよし。イエーイ、タラーゲッチュー。オッケーゲッチュゲッチュー。しんちゃん、ここのさ、ドアの前のクリーパーがいなくなるまでとりあえず釣りしよう。うん、そうしよう。どう、葵ちゃん、そろそろクリーパーどっか行った？どっか行ってる。あ、本当に？いないよ。よし、行こう行こう、今のうち帰ろう。行くぞ、せーの、レッツゴー。ついてきて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 。おいおいちゃん、葵ちゃん。もうはこっちのセリフだよ。何やってんの、遅いよ。なんで青ハート回復してなかったんだもん。あー、大変だ、しんちゃん。大変すぎる。よし、頑張ろう。ちょっとまた頑張って取ってこよう。行くよ、しんちゃん。行って、青ちゃん先行って。よーい、ドンドン、ゴーおりゃーおりゃー。やったー、やっと食料確保できた。すっごい時間かかった。何回死んだことか。え、でもこれで食料とりあえずゲット。でもさ、豚と牛もいなくなっちゃったよ。どうすんの、この先で。もしさ、これ食べないまま死んでさ、またロストしたらもう何にも食料ないよ。まあでも24時間でしょ。そんなの耐えられるわけないじゃん、バカ。葵
葵ちゃんはね、まあ俺は大丈夫、俺ダイエットしてるから。お前たち食材をゲットできたようだな。あ、ピーターン、あいつどこいんだよピーターン。俺は葵んちの地下室にいるぞ。なんだよ、ここにいないのかよピーターン。食料ゲットしたぞ、次どうすればいいの。お前たち食材をゲットするのに3時間もかかってるぞ。それじゃあまだまだだな。とりあえず一旦休憩するといい。休憩時間くれるんだ、あよかった。リビング行って休憩しよう、もう疲れた。いきなり過酷なことさせられた。もうちょっと、もうゆっくり歩いて、ゆっくり。本当にこれで仲良くなれるの。6時間後。お前たち休憩はできたようだな。できたよ休憩。次何すればいいの。お前たちそろそろ腹が空いたんじゃないか。じゃあこのラブラブハウスの2階にあるテラスに行くことだ。あ、なんかそこ見えるよ、階段。見て、ほら。ほんとだ。はしご？はしごあるね。うん、行ってみるか。行ってみようぜ。こっちだ。よし。おー。あ、すごい、2階ある。え、2階何にもないけど。何もないよ。テラスって言っただろ、テラス行け。あー、そういうことね、テラスね。あ、ここ？何これ。何ここ。あ、キッチンって書いてるよ。いいか、お前らは今からキッチンに行って自分たちで取ってきた食材を調理するんだ。仲良くな。じゃあ葵ちゃん、あ、よろしくね、お願いします。いや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 、いけないだろう。俺料理できないよ。お前たち、なんか忘れてねえか。ただ簡単に料理できると思うなよ。どういうこと。まあ行ってみたらわかるさ。行ってみよう。じゃあ行ってみる。お、なにここ、どこ。ラブラブハウスがあんなところに。すごいな土地、でっか。なんかあそこにあるし。なんかアスリーみたいなのもあるんだけど。お前たち、そこの足元のボタンを押せ。あ、これ。はい、押します。ほい。なんか手に入ってねえか。なにそれ。水入りバケツだ。あ、ほんとだ、水入りバケツ。ラブラブハウスとは逆側の方を見てみよう。うわ、なんか下にある。キッチンじゃない、あそこが。お前たちには今からキッチンに向かうために水バケツチャレンジをしてもらう。俺これ無理だって。多分これ着地するときに寸前に多分タイミングよく水を流して死なないようにすればいいってこと？ってことだよね。お前たち分かってると思うが、一人だけクリアしたって無駄だからな。一人死んだらまた同じところに戻されると思ってくれ。では頑張るんだな。とりあえず練習で一回やってみる。こっからこうやって投げとけばロストしないかも。あ、そう、とりあえず下に落としとこう。じゃあまずせーのののので落ちることだけ確約しよう。オッケー、話はそっからだ。よし、よし、いくぞ。いくよ、せーの、いくぞ。終わって、あー、終わって、あれ、お、やったよ、やったやった、おいちゃん、やったやった、やった、成功だろう。不正は許さねえぞ。でもなんかいけそうな気がした、なんか。よし、行くぞ行くぞ、葵ちゃん。うん、行くよ、せーの、はい、はい、はい、起きた起きた、やったー、やった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 。ええ、しんちゃん何もやってなくない。いや、出したよ、水出した。出てないよ。出してこう取った。あ、そういうこと。え、でもこれクリアだよね。そうだな、案外簡単だったみてえだな。つまんねえの。青たちのここに落ちてた食材はどこに行ったのでしょうか。お前たちがズルしようとしてたから、あの魚とか没収しといたぞ。せっかく取ってきたのに。いや、お前たち次のチャレンジまでそこのキッチンで過ごすことかな。じゃあな。じゃあ
ーナじゃねえよー。でもほら、しんちゃん見て、これなんか人参とか、これはダメなの？これは飾り？これ冷蔵庫、冷蔵庫何も入ってないの？何も入ってない、何も入ってない。もう引っ張らないで。お腹すいたな。とりあえずここで二人で座っとくか。やだ、ほんとにラブラブしてるみたいじゃん、これ。9時間後。はあ、よくこんなところで寝られるな。おい、しんちゃん。はい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 。なになに。あれ？もう終わった？これ見て。あー、なに？もう夕方？マジ？まだ終わってないの？ 24 時間。終わってねえよ。もう早く帰ってゲームしたいんだけど。やあ、お前たち、元気か？元気じゃねえよ！帰らせろ！お前たち、全然気づかなかったみたいだが、この部屋をちゃんと探索したのか？もう、確かに探索はしてないかも、あんまり。これじゃない？うわ。戻るって書いてるよ。全然気づかなかったね、青たち。戻んじゃ戻ってみよう、とりあえず。ちょっとその前に。何？お前たち、バケツ持ってるだろ。あ、はい、持ってます。あとで不正しないように、片付けてもらう。ええー、鼻に戻すんだな。まあ、わかった、もう。じゃ、その、戻るボタンで戻るんだな。はい。お前たち、そろそろトイレとか行きてえんじゃねえのか？確かに、ちょっとトイレ行きたいかも。トイレは、階段のある方の通路だ。あ、こっちか。確かにちょっとトイレしたいな。トイレって書いてる。あ、トイレって書いてるね。ここ？何これ、ベリー畑じゃん。お前たち、トイレに行きたいのであれば、このベリー迷路を通ってからトイレに行くことだ。じゃあ、頑張れよ。ちょっと待って、えぐい量なんですけど、これ。せーちゃん、これさ、どうする？行けるとりあえず行ってみよう。でも、慎重に行けば全然大丈夫だって。大丈夫？よし、じゃあ、行けない。痛い、バカ、おい、引っ張るなって。死ぬ。おい、ゆっくり行って。なになに、わざとやってんだ、おい。だってトイレ行きたいもん。待って、慎重、ほんと痛い。あと、ミリ。おーい！もーもー、あれ、葵ちゃんどこ？もう、なにこれ、なんでトイレ行くだけなのにこんなことしねえといけねえんだよ。そうだよ。よし。もう、なにこれ。これラブラブハウスなの？ズタズタハウスじゃん。やべえ、これ長いな。長え！もう、おじいちゃん、バカ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 。こっから慎重に行こう。ついてきて。曲がる、ここの角まで行って、ついてきて。で。それは下手くそ。俺も下手くそ。もう下手くそ。はいはいはい。ここ一緒に来て。こうね、よしよし、いいよ。はいはい、いいよ。やばい。いけてるよ。おしっこ出そうになってきた、しんちゃん。ガチ？ちょっと、でももうそこら辺ですればいいんじゃない？でもなんか人としてのなんか尊厳は失いたくないなって。そんなこと考えてたんだ。おー、早く行ってよ、しんちゃん！おしっこバレちゃうよ！いや、マジ、慎重に行こう。マジ、ここでハート1個半もう。オッケー、待って、これさ、え、待って、着いたけどさ、着いたけど、え？よし、じゃあ、青、トイレ入るから。おい、待って、葵ちゃん言ってた、俺、いけねえじゃん、これ、ダーストリー、おい！引っ張られてるって！あー！出るわー！最悪。なんで葵ちゃんの脱粉聞かないといけないの、これ。終わった？うん、終わったよ。おい、やめろって、おい！お前、何やってんの？おい、ふざけんな、おい！ああ！おいじゃねえよ、もう。なんで俺できなかったじゃん！じゃあもう一回行く？よし、じゃあ行こう。もう俺トイレ漏れそうだから。また行くの？あ、また行くよ、ほら来て。最悪だよ。来て、早く。ああ。痛い。15時間後。今夜は月が綺麗ですね。そうだね。ここ、
なんか、結構いいとこだね。まあ、しんちゃんさえいなければ。うるさいな。あんなこと言ってる場合じゃねえんだよ。24時間協力しないと、こっから出れないよ。でも今んとこ全然協力してないけど。確かに、まあ、いつも通りな感じはするけどね。お前たち、そろそろ仲良くなってきた頃なんじゃねえのか。まあ、若干ね。もう疲れてきたから仲良くせざるを得ないみたいになってるわ。じゃあ、お前たち、そろそろ人間としての尊厳を取り戻してもらうため、葵のためにも、風呂に向かってほしい。お、お風呂あんの？やったやったやった、お風呂。やったやった。神道寺、今から衝撃的な話をするが、葵は15日間風呂に入っていない。ガチ？だから葵のために風呂に一緒に入ってやってくれ。いや、なんかいろいろ出てきそうでやだな、一緒に入るの。というわけだ、葵。観念して風呂に入ることだな。もうなんでだよ！2週間も風呂入ってないのやばいって。今日はいろいろしてさ、もう体もなんか汚い気がするし、しんちゃんといすぎて。なんでだよ、なんで俺のせいなんだよ。汚れた気がするからチャレンジに向かってみようか。じゃあ、うるさいな、こっちが匂ってきたわ。なんでだよ。そりゃそうだろう、2週間風呂入ってなかったら。さっきまで匂ってなかっただろうが。いや、なんか匂ってき始めた気がする。あ、ここだ、風呂。うわぁ、さっき見たやつだ。うわぁ、すごい。焼き溶け座会場だよ、しんちゃん。お前たち、この先に風呂があるから、せいぜい二人で協力して、アスレチックゴールすることだな。じゃあなぁ。アスレかぁ。しかもこれ手錠繋がってるから離れられないし。そうなんだよ。じゃあ一緒に行かないと。1、2、3。うわぁ、おい、バカバカバカ、おい。おうじゃねえよ。1、2、3、4、5ブロックぐらい離れてるから。女は、ちょっと臭い。ちょっと臭い。うるさいな。それ、ドブロックだよ。とりあえずここ。はい。あ、ギリギリ1、2、3、あ、3マスぐらいだから、1個ぐらい離れても大丈夫そう。おーい！じいちゃん、行き過ぎだよ。あ、ダメだったわ。ダメだったよ。うわー、そうなんだ。このマス目でもダメなんだ。え、じゃあ一緒に行かないといけないのかな。わかんない。とりあえず行っていい？うん。どう？あ、行けた。あ、大丈夫だよ。このマスには大丈夫だ。よし。はい！オッケー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 。あ、ギリギリ行けそうだね、なら。うん。オッケー。はい！よし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 。おー！危ねー！いい感じいい感じ。よし、じゃあ次あそこだよ。あの柵みたいなとこ。行くよ。うん。おっ！あー！やばい。ちょっとあの後ろにいる人も協力して、あのちょっと近づかないといけない。そうだね。死んだ。くそー、もう全然ダメじゃん。全然ダメだこれ。カットされちゃうよ、編集者さんに。もうちょっと待って、後ろ無理無理無理、その速さで。はい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 、俺いけてると思うんだよな。うん、いくよ。あ、いけたいけた、オッケーオッケーオッケー。で、ここだ。おお、いくよ。あぶねえ、これ難しい。これこっちがいくわ。はい、よし。ナイス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 。で、はぁ、ちょっと待って、マジ。じいちゃん頑張れ。よし、これ無理じゃない、これどうすんのこれ。乗れるこれ。絶対無理じゃん。乗れるってことじゃない。乗れたわ。離すな、シフト絶対離すなよ。え、待って、青が言っていい。いいよ。はい。ナイスナイスナイス、いくよ。こいじいちゃん、よし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 。やった。で、わかんない、ちょっと青行くね。じゃあ、はい。うわ、ギリギリ足りるんだ。いくよ、これ。勢いいる、勢い大事。いくよ。はい、おっしゃ。ナイスー。来た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 、オッケー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 。で、おっしゃ、オッケー、来た。オッケー、葵ちゃん、カモン。よし、行くぞ。うん。はい。ナイス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 。これ大
よしよしよし、危ね危ね危ね。待って、青が行く、青が行く。え、これどうすんの？そこもシフトで乗る、シフトで。オッケー。はい。ナイスナイスナイス、いいよいいよいいよ。いよいよ。おいしんちゃん。オッケー。オッケーオッケーオッケー。ナイス。よし。平常心平常心。いくぞ。はい。オッケーオッケーオッケー。来い。オッケー。よし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 、行くよ。気をつけてね。はい。ナイス。しんちゃん、青もうこの風呂場のとこ行っちゃうね。行っちゃって。はい。危ない。なにこれ、もう一個段差があるってこと？これ段差がある。危ねえ。あーよっしゃーちゃん、これやった、風呂だー、やったやったー。やばい、もうなんかクラクラしそうだった今、本当に。いや、風呂入るか。よし、お着替え完了完了。ふぅ、あれ、よし、じゃあ入りますか。いや待って待って、葵ちゃん。うん、あれ何？いや何もない。いやいいわ、気のせいだわ。いいよいいよ、気のせい。うん、大丈夫大丈夫大丈夫。わー気持ちいい。エンダードラゴンの鼻水出てるじゃん鼻水言うなって。え、これ鼻水じゃないの？いやー気持ちいいね、葵ちゃん。気持ちいいな、気持ちいいな。浸かるのは好きなんだけどな、髪とか洗うのめんどくさいんだよな。20時間後。おー、やっぱ久々に風呂もいいもんだね。ちゃんと入りなさい。気が向いたら。気が向いたらじゃねえよ、毎日入るもんなんだよお風呂は。お前たち、どうだ風呂は。葵をちゃんと風呂に入れてくれたか。入れた入れた。もうなんか髪の毛乾かすのめんどくせえとかで大変だったよ。お前たちそろそろ寝室に向かってくれ。寝室はクリーパーハウスの上だ。ああちょうどよかった、眠たくなってきたとこなんだよね。ああ確かあったな、なんか。うわもうすごい、夜桜が綺麗ね。綺麗だね。こっちだっけ？こっちこっち。あ、確かこの上、この上なんか破壊されてないけど。よし行ってみよう。行ってみ行ってみよう。お、待って、なんだこりゃ。え、ないよピーター、ベッドとかなんもないよ。すぐに寝れるなんて言ったか俺が。お前たちが寝るまでもまたチャレンジがあるってことだ。うわ、寝る前にもあるのか。最後のチャレンジはクイズだ。二人でよく考えて力を合わせて解くんだな、じゃあな。クイズか、とりあえず内容見てみるか。第1問、新道寺チャンネルで葵が初めてマイクラの実況に出た日付は2021年7月〇〇日である。同時にボタンを押せ。わかんねえよこんなの、覚えてないんだけど確か一番最初に出た動画はロブロックスだったんだよ、青。それは覚えてて。で、なんかボタンを押すやつか、なんかホラーみたいなやつのどっちかだったんだよね、一番最初にやったのが。そうだっけ？ 1、3、7、9。ってことは、まあ、2桁ってことだよね、同時に押せってことは。じゃあ13か17か3、あ19か30、 4択だね。え、でも確実に分かるのは1だよ。1は絶対被ってる。そうだね、俺のなんか考えていい？うん、いいよいいよ。月末ってさ、再生数欲しいんだよ。だからなんか葵ちゃんが面白くない可能性もあるから、再生伸びないかもしれないと思って、ほら月末は出さないかなって。いや、じゃあその考えがもし正しかったら、早めに撮影して早めに投稿した方がいいって話になるから、13が一番濃厚。そうだね、13濃厚だね。え、じゃあどうする？13にしてみる？13にしてみよう。よし、行くよ。一応して。はい。で、行くよ。はい。あー！あ、違ったんだ。13じゃないんだ、しんちゃん。ええー。じゃあもう当てずっぽでいこう、しんちゃん。じゃあ17でいこう、17で。いくよ。せーの。はい。おお、17なんだ。17らしい。7月17日に、多分、そういうことだよね。知らなかった。知らねー。お、いや、まだあるんか。まだあるんだ。そうか、第1問だったもんな。第2問。葵チャンネルで一番最初に上がった動画の投稿日は2023 9月〇〇日である。同時にボタンを押せ。
日付覚えてる人いる？動画は確か少女霊だったんだよ。少女霊が出たのは覚えてる。9月の、でも、なんかその少女霊の歌詞に、うん、9月の初めか、なんか8月の初めみたいな歌詞が確か あった気がするんだよ。ちょっと忘れちゃったんだけど。でも、それの通りに出せなかったの、青が。あ、そういうことか。だから、早い方だと思うんだよねっていう。今回やばいよ、これ。0、1、5、8でしょ。1日、5日、8日、10日、15、18、やばい。めちゃくちゃバリエーションがある。多分だけど、青の記憶が正しかったら、10か15なんだよね。なるほどね。10いくか、10。1、うん、はい、OK。0! おー！いやー、ちょっとこれさ、日付問題はちょっときついっすよ、さすがに。きついよね。じゃあ、1、いいよ。はい、15! 15! おーよし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 、オッケーオッケー。やっぱそうだ、10か15だったの覚えてる。ナイスナイスナイス。待って、まだあるのこれ。何問あるんだよこれ。勘弁してくれよ。第3問、葵が X（旧Twitter）で使用している ID の数字は、@葵ちゃん2100である。ただし、この問題は、新道寺が答えること、同時にボタンを押せ。あ、俺が答えんの？いや、でも、なんかわかる気がするけどな。2153とかじゃなかった？いや、青は言えないよ。だって自分の ID だから。え、53、53、53。じゃ、5ですね。5。うん。3! どう？はい、来たー！おー、よく覚えてたね。いや、なんとなく覚えやすかった。2153ってなんか。ちょっと待って、これ何個あるのこれ。まだあんの？まだあんの。第4問、マインクラフトのろうそくの色の種類は〇〇種類である。同時にボタンを押せ。10種類以上あるんだ。赤、青、黄色、緑、青、赤。カンニングしてる？いや、しない。そんなにない気がする。14とかで言ってみよう。14。いや、待って、でもさ、4、5、7って離れてんのちょっと怪しくない？ 17 じゃない？ちょっと17でやってみよう。17ね、OK。信じるわ。1! 7! お、開いたー！ほんとー！やったー！やばい、これでやっと寝れる。別にいいんじゃない？もう俺これ床で寝るよ、別に。やっぱ俺なんかムカつくから、やっぱ俺がいや、やめてよ。なんでおい、床で寝るって言ったじゃん。俺がベッドがいい、ベッドがいい、ベッドがいい。あー、まあでもここまで一緒にやったし寝るか。お前もうちょっとそっち行けって。おー、やだ。そっち行けって。おい、でもーおーやめろって。お前ふざけんなよ。おーい、もう24時間後。お前たち、おはよう。なんだ？あー、うるせえな。お前たち、24時間達成おめでとう。あー、そうだった。そんなことやってたんだった。じゃあ、ピーター、解放しろよ。24時間経ったぞ。すまねえ。お前たちに言わないといけないことがあったんだ。実は、その手錠の鍵、俺、持って帰ってきちまったんだよな。だから、葵の家の地下まで、二人で戻ってきてくれ。ふざけんなよ、ピーター！もう！おーい！じゃ、待ってるから、じゃあなー。じゃあなじゃねえよー。信用！わー、アリの行列だー。かわいいなー。こんな大きな世界で生きるには、体が小さすぎるよねー。大変そうだなー。生き物の気持ちがわかるようになりたいっていう人は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしまーす。そうだ、いい方思いついたぞ。青もアリみたいにちっちゃくなって、しんちゃんにいたずらしてやろうっと。きっと面白いことになりそう。よし、そうと決まれば、最近新しく作った小さくなるを使ってしんちゃんにいたずらしちゃおうっと。
確かこのチェストに入れといたんだよね。よいしょっと。これが小さくなる。で、これが元に戻る。大きくなる。あとは、なんかわかんないけど必要になるかもしんないから、このツルハシと弓矢を持っていくか。しんちゃんきっとびっくりするだろうな。感動が楽しみだ。よし、行け。俺のカービィ行け、マリオ倒せ、行け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 。よーし、今日もスマブラで強くなったぞ。ゲームいっぱいしたらお腹空いちゃったな。おやつでも食べよっかな。今日のおやつなんだろう。多分メイドさんがなんか作ってくれてるだろう。よしよし、こっちリビングルームの方に多分おやつあるかな。なんかあるかな。あ、すごい、ケーキだ。今日のおやつケーキじゃん。さすが、ケーキ大好きなんだよね。わーい、ケーキいっぱい食べちゃおうっと。イエーイ。この動画を見ているみんなはどんなケーキが好きかな。好きなケーキの種類教えてください。チョコレートケーキとかチーズケーキとかショートケーキとかコメントしてね。よし、しんちゃんの家に到着。さーて、しんちゃんは何してるかな。監視カメラで見てみようっと。どれどれ。お、しんちゃんリビングルームにいるみたいだな。こんな美味しそうなケーキ食べれるなんて幸せだ。わーい、ケーキ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 三昧。しんちゃんはどうやらおやつの時間みたいだな。よしよし、早速この小さくなるを飲んで小さくなってみよう。いただきまーす。ごく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 。おー、すごい、実験は成功だ。無事に小さくなれたぞ。ちっちゃい、アリンコみたい。よし、これでしんちゃんにたくさんいたずらするぞ。まずは家に侵入だ。あ、やばい、どうしよう、ピンポン押せなくなっちゃったよ。やばい、どうしたらいいんだ。どうしよう、でも大きくなるは1個しか持ってきてないし、ピンポン押せなかったら中に入れないじゃん。そうだ、弓矢を使ってピンポン押せないかな。ちょっとやってみよう。それ。よーし、いただきまーす。え、ピンポン？なんだよ、今からケーキ食べるとこなのにタイミング悪いな。うるさいな、ずっとピンポンで鳴ってんな。はいはい、行きますよ。メイドさん何やってんだよ、開けろよ。まったく。はーい、どちら様ですか。あれ、誰もいないんだけど、いたずらかな。うわ、しんちゃんだ。でかー、でかすぎだろ。よし、しんちゃんにドア閉められないうちに早速中に入らないと。急げ急げ、よいしょよいしょ。なんとか忍び込んだぞ。よーし、何してやろうかな。まずはそうだな、リビングに行ってみようかな。リビングは確かこっちだったかな。よいしょよいしょ。しんちゃんケーキ食べようとしてたみたいだし、青がこのケーキ食べちゃうぞ。一体誰なんだろう。ピンポンダッシュだったのかな。でもうちタワーマンションだからピンポンダッシュするにも逃げられないと思うんだけどな。一体誰なんだろう。まあいっか、なんかどうせしょうもないいたずらでしょう。気を取り直してケーキでも食べよっかな。お腹いっぱい、小さくなるとおやつがいつもより大きくて嬉しいな。よーし、ケーキだケーキだ、ケーキケーキ。あれ？やばい、しんちゃん戻ってきた。見つかったらやばいぞ。あれ？ケーキがない。どういうことだ。あれ？ケーキがなくなってるんだけど、どこ行ったの？もしかして俺食べちゃった。え、そんなわけない、そんなわけない、ここにあったもん、ケーキ。俺のケーキどこ行ったんだ。おーい、ケーキ。しんちゃんのケーキは青が食べちゃったもんね。
くっそー、せっかく楽しみにしてたのに。あんまりだよ、誰だよ。でも、今日は、俺以外いないしな。メイドさんも、おやつ置いて、出かけてるっぽいし、シェフもいないし、パパもいないし、誰が食べちゃったんだろう。なんだか悲しくなってきた。くっそー、ふて寝してやる。チクショー。寝よっと。悲しいなぁ。ケーキ食べたかったのに。ふてねだ、ふてねだ。おやすみー。あー。しんちゃん、部屋行っちゃったみたい。でもどうしよう。ドア閉められちゃった。しんちゃんの部屋に行くにはどうしたらいいんだろう。あ、いいこと思いついたわ。そんな時のためにこれを持ってきてたんだ。でででで。この小さい穴を通って、あっち側に行くぞ。ピューン。よっしゃ、出れたー。多分、しんちゃんは、しんちゃんの部屋に行ったはずだから、ここかな。ぐー。ぐー。もう食べられないよ。ぐー。ぐー。よいしょ。よいしょっと。よーし、ここ、入るぞ。ぐー、ぐー、もう食べられないよ。ぐー。兄ちゃんめっちゃ寝てるじゃん。そんなのつまんないよ。いたずらするのは起きてもらわないと。よし、なんとかしてしんちゃんを起こしてやる。よし、こんな時は弓矢だぞ。狙いを定めて、撃てー。あ、あ、あれ全然起きないな。よし、もう一回だ。撃てー。えい。うわ。なんだ。なんだなんだ。やばい、起きたぞ。どっかに隠れないと。なんだ。今なんか足元通ったような気がしたんだけど。なんだ。もしかしてゴキブリ？なに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 ？絶対ゴキブリだ。くっそー。もしかしてゴキブリがケーキを食べたのかもしれない。絶対見つけ出してやるぞ。くっそ、ゴキブリどこだ？出てこい、ゴキブリ。え？今、しんちゃんゴキブリって言わなかった？おい、ゴキブリどこだ？踏みつぶしてやる。どこにいる？やばい、完全に勘違いされてるよ。もしかして青踏みつぶされちゃうかも。絶対バレるわけにはいかないよ。いたずらしようと思っただけなのに命がけだ。どこだゴキブリ、出てこい。ゴキブリどこだ。あ、そういえばゴキブリって洗剤で倒せるって聞いたことがあるぞ。よーし、洗剤を取りに行こう。よしよし、ゴキブリめ、駆逐してやる。あいつら駆逐してやるぞ。お風呂場、お風呂場に行こう。お風呂場あった、バスルームここだ。バスルームに確か洗剤がどっかあったはず。りんちゃんどうやらお風呂場に行ったみたいだな。なんかいたずらできないかな。よし、バスルームは確か2階だったはず。うわぁ、ちっちゃくなると階段も大きいもん。大変だぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ふぅ、もう山登りと同じくらい大変だよ。よいしょ、よいしょ。ふぅ、あとちょっと。はぁ、やっと登りきった。バスルームどこだっけ？よーし、洗剤の準備はできたぞ。この洗剤をゴキブリにぶっかけて駆逐してやるぞ。さてと、ゴキブリどこだ？ゴキブリ！あー、やばい、しんちゃんだ！どこだ？ゴキブリどこだ？
いたぞお前、ゴキブリよくもやってくれたな。うわーやばい、どうしよう。おいゴキブリ待て。やばい、逃げまー。ゴキブリ待て待て、ゴキブリ許さないぞ。ゴキブリどこだ、どこに行ったゴキブリ。ゴキブリ待て、ゴキブリ。あーあー、え、なんでどうなってんだ、床が抜けたんだけど。うー危なかった、姉ちゃん落ちちゃったよ、下の階に。あーゴキブリ、お前許さないぞ、お前許さないからな。おいゴキブリ、よーしゴキブリ押してきたな、踏みつぶしてやる。やだー、ゴキブリ待て待て、ゴキブリやめてー、やばい、もうダメだ、大きくなるを飲まないと。ゴク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 、え、葵ちゃん、うー危なかった。まあしんちゃん、なんてことしてくれるんだよ。なんてことしてくれるよじゃねえんだよ。もしかして葵ちゃん、俺のケーキ食べたらお前の仕事だったのか。やばい、バレた、逃げろ。おい待って葵ちゃん、ケーキーケーキ返せ。バイバイ、信用。できるか。早く準備して学校行かないと。あれ？なんか体が重いな。それになんか吐き気もする気がするし、気持ち悪い。やばい、これ絶対やばいやつだ。ママ助けて。おーちゃん、葵ちゃんどうしたの？ママのこと呼んで。ああ、体が重くて吐き気がする。葵ちゃん大丈夫？ママ、ダメだ。葵ちゃん大丈夫？やべ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 、今日も遅刻だ。まずいまずいまずい。ああ、あとあとこれトイレや。違う、どこだっけ教室。あ、ここだ。おはようございます。明けましておめでとうございます。おはようございます。あ、新道寺。おはようございます先生。お前また遅刻。はい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 、今年も、はい、最初から遅刻。いやもう仕方ないじゃないですか、もう新しいゲームいっぱい買っちゃって。仕方なくないだろう、お前成績をどんどん落ちてってるぞ。え、成績やっぱ上げないとまずいですかね、卒業できないですかね。そうだな、あと10回しか遅刻できないぞ。そんな回数決まってんの、遅刻にあるんですか。そうだぞ、10回だけだもん。あれかな、内申点ってやつか。まずいな。でも僕あれですよ、あの国王の息子だから王子ですよ、そんなことを言ってもいいんですかね。関係ない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 。あ、じゃああと5回までだ。じゃあもうダメだ、5回までだ。マジか。あれ、葵ちゃん遅刻じゃないですか。ほら葵ちゃん遅刻遅刻。あー、葵は今日は休むって連絡が来てたな。え、葵ちゃん休み？マジか。なんで休みなんですか？まあ、理由は特に聞いていないが、まあお母さんから連絡が来たから大丈夫だろう。体調悪いとかですか？まあ、そんな感じだったな。葵ちゃん新年早々体調悪くなるなんてかわいそう。そうだな。マジか。あ、じゃあちょっとはい授業受けます。はい、さっさとやるぞ。はい、わかりました。よし、じゃあ教科書3ページぐらいかな。はい、じゃあ開け。うわー授業めんどくさいな。葵ちゃんどうしたんだろう、心配だな。放課後葵ちゃんの様子を見に行くか。ふう、やっと授業終わった。帰ろ帰ろ、葵ちゃんにちも寄って帰るか。お、先生さよなら。おう、あ、ちょっと待って待って。はい、何ですか。え、補習やんないっすよ、ちゃんと授業しましたよ。いや違う違う、ちょっと聞きたいことがあるんだ。
なんすか聞きたいことって。え、何もやってないっすよ。いや、お前は、はい、俺は天才。いや、違う違う違う。お前は天才じゃないっすか。まあ、天才ではないかもしれないな。天才じゃない？違うな。天才だと思ってたのに。まあ、それはそれでいいとして、お前は葵とは付き合っているのか。付き合う？それどういう付き合うですか。ど付き合ってはいますけど。はい、あのカップルとかそういう付き合う。ああ、そういうあのデートしたりするような関係みたいなあれですか。そうそうそう。いや、だとしたら違いますね。僕大体いじめられてるんで、葵ちゃんに。あ、違うのか。はい、だから付き合ってはないですね。ど付き合ってはいますけど。うん、ど付き合うのはまあいいんだが、付き合ってはないのか。はい、なんでそんなこと聞くんですか。いや、今朝葵のお母さんにな、ちょっと交友関係を聞けって言われてな。へー、まあ仲良くはしてますけどね。そうだよな。はい、もうしんより仲いいからちょっと聞いてみようかなと思って。まあ別に特に普通ですね。まあたまにバイトの手伝いさせられるぐらいですね。あー、なるほどな。はい、まあ遊びに行ったりとかもまあしますけどね。あー、遊びに行く。うん、今からどっか行くのか。はい、ちょっと、まあ、帰りに葵ちゃん家に寄ってちょっと様子見に行こうかなみたいな。おー、まあ、お見舞い的な。はいはいはい。お、まあ、あ、分かった。あ、じゃあ気をつけて行けよ。はい、じゃあ先生さよなら。お、さよなら。なんだろう、なんか聞かれたな先生に。葵ちゃん何があったんだろう。葵ちゃん大丈夫かな、心配だな。葵ちゃん、ピンポーン、ピンポンピンポーン、葵ちゃん。はーい。お、あら、葵ちゃんのママ。あら、しん、どうじくん。こんにちは。大丈夫っすか？なんか葵ちゃん、なんか体調悪いみたいらしいですけど。そうね。まあ、体調は悪いわね。うん。あ、じゃあちょっと様子、ちょっと見させてくださいよ。あ、いや、まあ、ちょっと、今日は、家は入れないわ。え、なんですか？いつも上がってるし。今日は、ちょっと、ちょっと今日は帰ってほしいかな。え、帰ってほしい。おかしいっすよ。え、そんな、なんかあれですか？インフルエンザみたいな。まあ、そういう感じで。合わせられないわ。え、感染症的な感じ。そうね、ちょっと家にはちょっと早く帰ってほしいかな。え、でもほら、葵ちゃんとこの前ずっと一緒に遊んでたけど、なんかそんな感じなかったんすけどね。でもさ、いつもどんな遊びしてるか聞いてもいいかな。どんな遊びしてる。そうですね、まあうちの部屋で遊んだりとか。あ、お家で。はい、なんかうちの親がいない時とか一緒に二人で遊んでますけどね。そうか。はい、でママがいない時はあれですよ、あの葵ちゃん家で遊んだりもしますよ。だよね、私いない時も来てるもんね。はい、来てます。よかった。まあそうですね、まあ、大体そんな感じですけどね。なんですかそんなこと聞いて。いや別に何か悪いことはしてないですよ。そうよね、悪いことはしてないことは、分かってるんだけど、ちょっとね、葵ちゃんとは付き合ってはないのよね。いや、付き合ってないですよ。だってママは知ってるでしょ。うちら幼馴染だから、いつも遊んでるだけですよ。はい。そうよね。はい。まあ、ね、結構二人で遊んでたりするからね、ちょっとそうなのかなって思っちゃって。はい。まあ、仲はいいですよ。仲はいいよね。そうよね、付き合ってはないのよね。はい、付き合ってはないですね。あとさ、他の男の子とかと仲良くしてたりはしない？え、なんか今日めっちゃ聞いてきましたね。なんか先生にもいろいろ聞かれたのに。え、他の男？いやー、でも基本的に俺と二人ですね。やっぱそうよね。はい。え、なんすか、なんか誰かに移されたとかすか、病気を。大丈夫。はい。で、合わせてはもらえないんですか？今日はちょっと家には入れれないかな。じゃあ、もう気をつけて帰ってね。え？はい。あ、ありがとうね。お母さん、ママ。バイバーイ。なんだろう。え、怖い。え、めっちゃ怖いんだけど。どうしよう。葵ちゃんなんかすごい変な病気にでもかかったのかな。また改めて来よう。どうしちゃったんだろう。なんか俺も不安になってきたんだけど、いろんな人から根掘り葉掘り聞かれて。何なんだ。次の日。葵ちゃん学校来てるかな。大丈夫かな。さすがに今日は来てるでしょう。お、来てる葵ちゃん。
おはよう。葵ちゃんおはよう。葵ちゃん？しんちゃん。おはよう。おはよう、葵ちゃん。うん。なんで昨日来てなかったんだよ。ちょっと、体調悪くて。え？体調悪い？え、大丈夫？うん、大丈夫。どうした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 、吐きそうなの？うん、ちょっと。大丈夫かよ。え、待って。え、葵ちゃん、なんか、太った？もしかしたら、妊娠したかもしれなくて。え？え、どういうこと？え、え、待って。え？え、ちょ、立ってみて、葵ちゃん。え？え？え、やばっ。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。吐きそう？うん。大丈夫。な、え、座りってこと？なんか、わかんないけど。なんか、胸も大きくなってる気がする。昨日ずっと気持ち悪くて。で、ママに、誰の子供かって聞かれたんだけど、青、わかんないんだよ。誰の子かわかんない？え、っていうか、え、ああ、そういうことか。だから聞かれたのか、俺いろいろ。もしかしてママ、俺のこと疑ってるのかも。え、しんちゃん。違うよね、違うよね、俺じゃないよね。違うでしょ、どう考えても。だよね。え、っていうか、え、時系列的に意味わかんないよな。待って、大丈夫？え、なんで学校来たの？休んでないよ、家で。だって成績悪くなっちゃうし。え、いやいや、でもなんか、え、クラスざわついてない？葵ちゃん、もしかしたらみんなの噂になってるのかもしれない。マジか。もうとにかくさ、無理ないようにね。なんかあったら言って、俺も協力するから。うんうん。じゃあ、とりあえず葵ちゃん、授業始まると思うから。葵ちゃん妊娠しちゃってるんだ。誰の子だろう。よし、これで授業終わりだ。よし、あら、さっき出たとこ復習してけよ。テストに出るからな。はーい。ふぅ、やっと終わった授業。大変だったー。大丈夫、葵ちゃん、どうした？トイレ行ってくる。うん、行ってらっしゃい。ガチ座りじゃん。あれ？葵ちゃん、大丈夫？どうしたの？うわ、大丈夫？ねえねえ、葵ちゃん、クラスでさ、噂になってるんだけど、葵ちゃん、誰の子を妊娠したの？わかんない。絶対嘘だ。本当わかってるんでしょ。キノコはね、しんどうじくんだと思ったんだけど、違うの？違うよ。でも二人仲良しそうじゃん。絶対嘘だよ。違うよ。じゃあ、なんか葵ちゃんって遊んでるって噂もあるんだ。なんかいろんなとこ行くらしいじゃん。アルバイトとかでいろんなとこ行くんでしょ。だからいろんな男の人と遊んでるんじゃない？そんなことしてないよ。絶対そうだよ。みんなに言いふらしちゃった。やめてよ。ねえねえ、葵ちゃん。キノコ絶対誰の子か当ててやるんだ。じゃあねー。ちょっと待って。もう、本当にわからないのに。あ、しんのうじくん。ねえねえ、きのこちゃん。え、なに？さっきのさ、話聞いてたんだけど、あおいちゃんはそんな子じゃないよ。なに、かばってるの、もしかして。いや、かばってるとかじゃなくてさ、葵ちゃんはただアルバイトでいろんなとこ行ってるだけでさ、他の男の人と遊んだりとかしてないよ。そうなの？じゃあ、しんどじくんと遊んでるんじゃない？いや、遊んではいるけど、普通にただ幼馴染で遊んでるだけだよ。怪しいな。こんなこと言ったらさ、キノコちゃんたちだってさ、この前夜、女の子と変な男たちで遊んでたじゃん。なにそれ、見てたの？先生に言うよ、あんな時間帯に遊びに行って。ちょっとそれはやめて。じゃあ、
今後、葵ちゃんの妊娠したことには触れるなよ。わかったか？うん、わかった。だからさっきのことは絶対先生に言わないでね。さっさと行けよ。絶対葵ちゃんに関わるなよ。うん、わかった、わかった。じゃあね。うっそー。散々変なデマ流しやがって。葵ちゃん？葵ちゃん大丈夫？葵ちゃんどうしたの？だってもう全然心当たりないのに。葵ちゃん、ちゃんと俺言ったから、きのこちゃんにはさ、葵ちゃんが遊んでる子じゃないってちゃんと言ったから。そうだけど、とりあえず葵ちゃん、ちょっと俺女子トイレ入ってるのまずいからさ、ちょっとこっち一旦出ようよ。こっち話そう、こっちで。でも本当にお腹大きくなってるし、でつわりも来てるってことはやっぱ妊娠してるってことだよね。でも青、本当に心当たりないんだよ。だってね、うん、青46の配信見て、それで、うん、それから普通に寝ただけだったのに。どういうこと？妄想妊娠？想像妊娠ってこと？わかんないよ。マジ？ってことは、にゃんじろくんの子ってこと？もうどうしたらいいかわかんないよ。いや、生物学的にありえないよな、それは。さすがにないよな。いやー、マジか。どうしよう。とりあえずさ、葵ちゃん、パパ探ししよう、パパ。じゃないと、その、生まれた子供誰が育てるんだよ。おい、なぜ葵。お、先生、どうしたんですか？ちょっと、話があるんだが。何ですか？今、葵ちゃんこんな状態ですよ。ああ、それのことなんだ。葵、お前はもう、学校に来れないかもしれない。そんな、なんでですか？おかしいよ、先生、それは。頑張って来てるのに、葵ちゃん。すまんが、PTA の会議で、決まったことなんだ。止めなかったんですか、先生。先生も頑張ったんだが、偉い人たちが、そんな子は学校に来させちゃダメだって。そんな。じゃあもう登校できないですか、葵ちゃん。そうだな、もう明日からは来れないってことだな。大丈夫、葵ちゃん。大丈夫？しんどじ、すまないが、葵を家まで送ってあげてくれないか。わかりました。葵ちゃん、帰ろう。ああ、頼む。帰ろう、葵ちゃん。うん。こっち行こう。こっちに行こう。あ、頑張るんだぞ。うん。葵ちゃん、大丈夫？うん。うわぁ、体重そうだね。うん。あとちょっと、ほら、こっちで。今産まないでよ、葵ちゃん。やめて。こっち、家で箱、家で。うわぁ、ちょっとやばい。今にでも生まれそうだな。やばいな。でも、もしかしたら、本当に生まれるかもしれないから、男の子だろう、女の子だろう。どっちがいいかな。違う、そうじゃ、そうじゃない。こっち。あ、葵ちゃん、早く。上がってきなよ、こっちに。ほら、葵ちゃん。ほら、ここゆっくりしな、ベッドで。ベッドゆっくりしな、寝てな、ここで。うわー、すっごいな、お腹めっちゃ張ってるじゃん。大丈夫？ダメだ。やばいな。なんか欲しいものある？水欲しい。あ、水ね。水は、あ、瓶がある、ここに。なんだこの瓶、なんか変な匂いがする。え、葵ちゃん、これ水？これ変な匂いする瓶があるけど。これやばいよ、これめっちゃ変な匂いする。これはさすがに違うよね、水じゃないもんね。待って、しんちゃん、なんか思い出しそう。なに？あ、そうだ、あ、研究はかどるな。それにしても、体が重たい。正月食べすぎた。でも、そんなこともあろうかと、ここに、ダイエット薬を準備したのでした。青ってもしかして天才かも。よし、
これを飲んだらめちゃくちゃ痩せちゃうよ。もう正月太りなんてリセットリセット。あー、どうだ、痩せたか、どうだ。あー、あれ、なんか分かんないな、即効性ないのかもしんないな、もしかしたらこの薬。まあいっか、そのうち効果出るでしょ、なったって天才だもんね。よいしょっと、また研究に戻ってと。おー、ってことだったんだけど。え、どういうことってこと。え、ダイエット薬飲んだから痩せたわけじゃないの。え、もしかしたら失敗したのかも。失敗？失敗してお腹が出ちゃったってこと？逆に。え、じゃあ、え、なんで、つわりは？どういうこと？多分、副作用かも。副作用？え？じゃあ妊娠じゃないってこと？あ、そろそろ、効果が切れる。なに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 ？あれ？お腹が、へこんだ。はぁ、あ、よし、じゃあしんちゃん、あ、お腹空いたからご飯食べてくるね。おい、お前ふざけんな。俺どんだけ疑われたと思ってんだ。おい待てよ。おい、ふざけんな。お腹空いたじゃねえ。おい待て。おい、やっぱダイエットはなくしちゃダメだね。信用。うわぁ、今日めっちゃ暑いんだけど、36度もあるよ、死ぬって。マジで暑いんだけど。最近暑いなと思った人はチャンネル登録高評価よろしく。そして今日はなんと葵ちゃんからプールに誘われました。なので今から葵ちゃん家に行きまーす。さあプールだプールだ、楽しみだな。葵ちゃん来たよ。葵ちゃん。あー、しんちゃん押して全然来ねんですけど。もう今日プール行く約束だったのに、もう本当にいつも押してんだよなあいつ。早く来ないかな。ピポ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 。あいちゃん。しんちゃんだ。しんちゃん。あいちゃん。あれ？おい、なんでお前閉めたんだ今。おい。だって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 。え？しんちゃん、その格好で来たの？プール。今日プールでしょ？なんでもう着替えてきちゃったの？え、プール誘われたんだもん。嬉しくて。もう着てきちゃった。いや、ビキニじゃん。なんで男は乳首隠しちゃいけないんだよ、おかしいだろ。うん、まあ、ちょっと一緒に歩きたくないから、数メートル離れてプールに一緒に行こうじゃ。え、うちの国の習わしなんだぞこれは。いや、ちょっと嫌だから。ほら行くよ。なんでだよ、なんでそのよそよそしいんだよ。嫌だ、友達だと思われたくない。青、待って待って待って、一緒に隣歩こうよ。ほら、やだよ、歩こうって葵ちゃん。やだ、プール一緒に行こうよ。やだ、行こう行こう。おいちゃん。おい、お前警官のお兄さんだ、何ですか。何ですかじゃない、何だその格好は。今からプールですよ、プールプール行くんすよ。何が悪いんですか。お前男なのにその格好おかしいだろ、逮捕だ。やめてくださいよ、うちの国ではこれが当たり前なんですよ。いいから来い。そんな、待って待って、もう一人いるんですよ、もう一人のやつも。じゃあ連れてきてくださいよ、だったら納得します。分かった、じゃあそいつもだ、行くぞ。いや待って、本当に逮捕するのかよ。さっさと歩け。葵ちゃん捕まっちゃった、どうしよう。捕まっちゃったじゃねえよ。痛いな、なんでだよ、なんで殴るんだよ。なんで青まで捕まってんだよ。仕方ないじゃん、身の潔白を証明しようと思って友達売ったんだよ。売るなよ、もう青何も悪いことしてないのにまた捕まったじゃん。どうしよう、プール行けないじゃんこのままだと。もう海に沈めよ、もう。なんで、やだ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 。もう絶対脱獄できないじゃんこんなの、だって青海苦手だし。え、海苦手なの葵ちゃん、ダメじゃん葵ちゃん、ダサい。いいか、早く出るぞもう。脱獄するってこと。早く帰ろう。脱獄できんのかな、じゃあ頑張ってみるか、頑張って脱獄してみよう。
ここだ。よし、開けろ、開けろ。はい、開きません。残念でした。嘘、絶対どっかに開けるヒントがあるはずだぞ。あ、なんかあるよ。これチェストじゃない？これ。開けるよ。本当だ。ほい。あった、レバー。レバー。ガバすぎんだろ。なんであるんだよ。内側にレバーが。脱獄用だよ、脱獄用。逃げていいってこと？うん、そういうことだ。よし、つけろ。俺たち試されてるのかな、もしかすると。いや、よし、設置するよ。いくよ。はい、よし、オッケー。これで開くんじゃない？開きそうじゃない？よっしゃ、脱獄だー。よし、出るぞ。は？なにこれ、入れないんですけど。あ、そういうこと。ここもさ、まだ監獄ってことじゃない？隣の人の部屋ってことこれ。そんなことある？いいかよ。まあいいや、ここチェストあるから行こう。もう、あ、本当だ。これじゃん、これじゃん。行くよ、ぽい。はいレバーあるじゃん。ざるすぎ。いや違う、これもしかしてさ、おちょくられてるんじゃない俺たち。まだこれ牢屋じゃないのかもよ、ワンちゃん。あ、そうか、そういうことだ、うん、だからよし、これまだ部屋なんだよ、ここ。よし、行くよ。はい、設置。自分で牢獄に行くシステムなんだ。はい、開けまーす。ポチ。オッケー。やばい、脱獄だー。お？なんだこりゃ。え？なにこれ？生首。生首です。顔があるよ。これ顔何？あ。あ！りんちゃん。こんにちは。可愛くなったじゃん、急に。こんにちは。私は水道局のものよ。誰だよ、水道局。水道局のものよ。これ、青これ。あ、あなたも水道局の人？お、僕も水道局委員会のものだ。水道局同士頑張りましょう。頑張ろう。よし、頑張りましょう。いいんだよ、そんなことしてなくて。頑張りましょう。いいんだよ、頑張りましょうじゃねえんだよ。早く出るぞ、もう。何遊んでんだよ。お、わかった、わかった。あ、ここにある。まだ。お、あった、チェスト。うん、あった。ナイス、開けるよ。オッケー、レバーゲットー。よーし、ゲッチュゲッチュ。いくぞ。はい、楽勝じゃん。楽勝、楽勝。よいし、オッケー、開いた。さあ、脱獄だおお。上に上がってる。ということは脱獄できるんじゃない？これ、葵ちゃん。やったー！待って、あ、水道局の人がいる。本当だ、水道共和国の人。また水道共和国の人。次はどんな感じ？はい。はい、水道共和国の人。いくよ。私は違う、そいつもやった。私は間違い、そいつもやったんだよ。私はルイよ。ルイちゃん。ルイ14、15世よ。15世。私はルイ15世よ。何をした人なの？水道局を作ったの。いや、作った人来た。水道局作ったのよ。偉い人だ。じゃあこの子も創設者よ、水道局の。あ、この人。そうよ。よし、その子も水道局の人よ。あなたは水道局の番人。番人そうだ、私が水道局の番人こと、お料理長のなさる田中だ。よろしく。よろしく、田中さん。さあ、行くわよ、行くわよ。大丈夫か、この実況。心配になってきたぞ。もういいよ。水道局ごっこ面白くなかった？いいよ、じゃあいいよ。もうこれ最後ね、これ最後。うん。ここ、もう最後、これ最後ね。よし。この子は？私の名前はカタリナよ。カタリナ？カタリナは何の人？正確にはカタリーナよ。あ、カタリーナは何した人？カタリーナは水道局を破壊しようとした反政府組織のものよ。そうなんだ。そうよ、私は反政府組織のものよ。レジスタンス。出され田中パンチ、出され田中パンチ。レジスタンスよ、私はレジスタンスよ。レジスタンス、カタリーナはレジスタンスよ。痛いわ、やめて。出され田中パンチ。やめろって。痛い。もういいよ、もう水道局効果飽きたわ。いいわ。もういい。あれ、ここもあるよ、ほら。あ、本当だ。おい、入ればゲッチュー。やっちゃうじゃん。もうこれで、これで脱獄できるんじゃねえの、これ。いけるかな。ねえ、ポチッとな。お、
まだあんの？あ、カタリーナ、カタリーナいるじゃん。カタリーナじゃなくないこいつ。え？ラサール田中じゃないのこれ？これ田中？こっちカタリーナでしょ。そうなの？わかんないけど、水道局、水道局なのかなここ。いや、何水道局って。水道局だよ。ここは？お、なんだここ。あ、え、これが牢獄じゃない？しんちゃん、ここが牢獄だ。じゃあ、なにビップルームだったってこと。うちら玄関だったのかな。あれが玄関なきゃねえだろ。なんで玄関にいるんだ俺たち。え、違うの？なんかないか、なんかない。これ探そう探そう。なんもないしだね。なんもない。出れないじゃん、行けないじゃん。どうしよう。やっぱ水道局ごっこしないといけないんだ。水道局ごっこ水道局ごっこしないと。あ、あった、チェストあるよ中に。あった。こいつ田中が持ってるレバーゲット。田中がレバー持ってた。オッケー、よしよし。これいけるんじゃない？これ脱獄できるんじゃない？脱獄だ。これいけるでしょ。ラッキー、いくぞ。脱獄だ。おい、お、え、まだなんかあるよ。怪しくない？おいバカおい、あ、帰るね。閉じ込めんなってバイバイ。ふざけんな、ふざけんなよ。あ、見て、やばい、すごい見て。うん、よく見たらさ、うん、神殿がある。これ神殿なの？ほら、なんだっけ、水中神殿みたいのがある。初めて見た。おう、水中神殿見たことない。すごいね。今度行こう水中神殿。皆さん、なんだっけ、水族館に行く感覚で言わないで。そんなね、優しいとこじゃないから、あそこは。あ、そうなの？違うんだ。そうだよ、すごい化け物とかモンスターとかね、田中さんとかがいるんだよ。田中もいるの？そう、田中もいるんだよ、あそこに生息してるから。田中、悪いやつだったんだ。行こう早く。でもなんかちょっとここ居心地よくなっちゃったかも、水の中で。こっちは水の中だよ。あ、こっちは水の中？うん。あ、ほんとだ。あ、これでも出れるんじゃないこれ。ほんとだ、出れそう。行ってみよう。行ってみる？行くよ。ほい。お？なにこれ？え？お？これ？お？すごい、なんか呼吸できる。水の呼吸。上行けんじゃない？上。水の呼吸だ。おぉ、エレベーターだ。エレベーターだ。ウィー、上がれる。すごいすごい、水中エレベーターだ。おぉ、すげえ。上がってる。え、これどこまで上がるの？めっちゃ上がるじゃん。めっちゃ上がるじゃん。これどこまで上がるのこれ。え、これ無限ループとかじゃないよね。え、そんなバカな。本当に上ある？お、来た。お、来た。これで水中刑務所から脱出できるんじゃないの、葵ちゃん。いた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 、俺バカ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 。お前だけ入っとけ。え、で、これじゃない？あ、で上行くのか。ここじゃない？そう、出れるんじゃない？ここから。やったー、脱獄だ。脱獄だー、イエーイ。え、あ、おーい、なんでだよ。俺だけまだ戻ってきたんだけど、ふざけんな。やったー。おーい、出せよー。あー、だけ脱獄だー。ふざけんな、出せよ俺も。おーい。